こんにちは。名古屋セラピストオフィス、柴田敏夫です。今日もアロマテラピー1000本ノックをご覧いただき誠にありがとうございます。それでは今日は第4回目ですね。まず20秒のシンキングタイムからどうぞ。 それでは、アロマテラピー千本ノック第4回目。今日は、精油の成分についてということですね。13番。多くの精油成分がテルペン化合物に含まれる。これは丸です。14番。方向属化合物は、ベンゼン感を持つ化合物である。これも丸ですね。15番。 最も単純な方向属炭素骨格はベンゼン管である。これも丸になります。16番。イソプレン骨格は二重結合を持たない炭化水素である。これがペケになります。16番の文章を、イソプレン骨格は二重結合を2個持つ炭化水素であると直して覚えてください。 アロマテラピーの試験に限らず、どんな試験でも正しい文章を覚えることが必要であると思いますので、このアロマテラピー1000本ノックでも必ず全ての文章を正しくしてそれを覚えるように心がけてください。それでは今日も最後までご覧いただき誠にありがとうございます。アロマテラピーの試験に関する最新の情報は私のブログ、 男だってあるマダガヤに掲載しておりますので下の概要欄からぜひ読者登録をよろしくお願いしますではまた明日お会いしましょう